あ前回は上杉による直江城がきっかけで関ヶ原の戦いがいよいよっていうところにそうでした、ね、お話をまだ関ヶ原の合戦の道ですけども前回ちょうどここで言いますとねここですよね。質問状が出てうん、うん、この堀秀治がね訴えた、はい、それに対して質問状を出して。 返書が来ましたよと大変失礼なことが書いてあったと上洛よということも書いてあったけどもしないと、はい、いうことでこれはもう完全にその上様つまり秀頼に対するね、うん、これは反逆であるということでその上杉を征伐するんだというところにこう今日から入ってきますよということになったわけですよ。ところがねあのこの直江城これはまあ 実際、ね、本物残ってないあ、ね、後からなんか書かれたものの写しがあるとっていうようなことでちょっと書いてあったけども実際にこれがそういうふうにこう機能したかとか、まあ、文章が変わってるとか変わってないとかっていうのが本当のことは分からないというふうにねう新しい資料には書いてある。で、まあ、今回関ヶ原の合戦をもう一回ちょっと見直してみたいなということでね、はい、私が今までこう思っていたまあ資料とか その理解そのためにもと思っていろいろ読んでみたんですねそしたらね随分新しい資料がどんどんとねいろんなところから出てきて、はい、こんなふうに関ヶ原の合戦っていうのは一般的に語られているけども、うん、実際は違ったよっていうのはね、うん、読んでてもう頭がく,るくらくらするぐらいああそんなにそんなに違ってる。<laughs> もう後,、うん、後からも出てきますけどもね、うん、でなんとかねこの,この線は間違ってないこの順番の流れはね、はい、流れは間違ってないんだけども私たちが知っている関ハラの合戦そのものも含めて、うん、随分今までのものと少し変わるかなと。はいうん、ただねその新しい資料と言われるのが、はい、まあ皆さんも 多分今これ大変こだわって見てみえる人が多くっていうのが盛んに出てくるんです、うん、私が読んだ本っていうのか、まあ、ネットの記事でもそうですけどもね、はい、これは一次資料なのかとかこれは二次資料なのかとかねで確かにねその、まあ、学者の間っていうのか学会の間ではね、うん、一次資料っていうのは、まあ、あのいつどこで誰が書いたか、うん、今 ね、その場所でその本人が書いたというね、はい、3つがそろって一次資料だと言われているだからこれは間違いがないでしょうとそれに対してその後から書かれたものを人から聞いたりとか、はい、それから残っていた記録を見ながら後から少し装飾をしながら書いたような軍記物が江戸時代にたくさん出ている、はい、そういうのを二次資料と呼んでいるんですね。うんうんうん 私たちが、ね、ほとんど目にするのは二次資料ばっかなんですねうんそうすると二次資料に出てくるいろいろな逸話だとかエピソード、はい、そういったものも交えてこうドラマとかできてくるんですよね、うん、ところが今ねその二次資料を思いっきり否定しようとあっというのは史実ではないからとはあーはー後から作ったものでしょうとだから確かにね史実を求める気持ちっていうのは大事なんです、うんうん だけど一次資料でも私はまあ昔、あのー、岡崎市のね編纂、はいあのー、の調査員もやっていて随分古文書も資料もやりました、うん、けども今のようにね一次資料二次資料という言い方でばっさりと分けてしまうというやり方はね、うん、やっぱりしてなかったというのはね一次資料といっても、はい、本当にそれがそれに書いてある日付にじゃあ厳密にね 書かれていて、うん、本当にこの人が見たものをズバリ書いたのかどうかなんてことは誰も証明できないんですそうなんですよねそこなんですよね,ね歴史って、うん、だからまあ歴史の先生たちはそういうものをある程度鑑定しながら、うん、これは間違いないでしょうという言い方でやっていくんですが、はい、まあそれはそれで僕は丸だと思いますが、うん、逆にねそれまであった例えば武田家の 歴史を書いた紅葉軍艦なんていうのがあるんですね。はい、徳川の実機だとか、うんうん、その今までの江戸時代に書かれたような二次資料っていうのをね、全否定していくっていう傾向もあるんです。あ、そうなんですか。こんなものを二次資料を見て書いてることじゃないから、この全部嘘だよとこう切ってしまう。うんうん、はい。で、まあその今論争も多少あるようなんですけども、私はね、そんなに簡単に切ってはいかんと思ってます。あ、なるほど。うん。 後世に描かれたものであれ、その中には絶対どっかに本当のことは書いてあるはず。うん、真実がね。だから、それをきちんと見出していくのが、あの研究者の仕事ですよ。なるほど。うん、その今までのものを全否定するっていうことも、まあ、ご覧になっている皆さんもね。少し頭の底に置いておいていただきたいと。うん、その一時でなきゃ全部ダメなんだという価値観というのはね、うん、むしろ怖いです、ね。ね、それから。 関ヶロの活性についてやっていくと、はい、まあ以前本能寺の変の時も多くの方が見て下さってですね、うん、あの私に対してのコメントもまあ当然そうなんですがそのコメント同士でこうものぞうやり合うまあそうですねそれは違うじゃないのかと、はい、俺の方が正しいぞそれは違うだろうってこうや僕はねそれ大賛成なんです。歴史っていうのがね 誰かが決めたのが正しくって、うん、それに全部従いなさいっていうことこれが一番怖いことですよ。あ確かにそうでですね、うん、歴史のの教科書出出しましし、うん、しままたた国家検定ここに書いてあることは全部正しくてこれ以外のことを少しでも言ってきたらこれは国家反逆罪になるぞなんて言われたら。うん これはですよねね何もも言えませんん確かにだからそういう歴史の捉え方にも少し気をつけていただきたいと皆さんがいろいろな歴史観を持ってね資料を持って言い合ったりやり合ったりするのはこれは大賛成ですが喧嘩にならないようにやってほしいんですけどもねちょっと調節をね大人のね対応でそうそう大人の対応でやっていただきたいんですよね で今日もそういう意味で少し前置き長くなって、はい、すみません。うん、ここに入っていきますが、はいはい、今まで言われているものと多少やっぱり変わってきています。はい、逆に楽しみですけどね、まあ。ちょっと見ていきたいと思いますがね。ね<ー>で、まず上杉政罰に合図に進発をします。はい。でこの時に三成ナイフ違いの上場っていうのが私の持ってる年表には書いてあるんですが、実際にナイフ違いの上場が 残っている資料の日付はこれではないです。6月16日ではない。これなんです。7月17日。後からちょっと見ています。はい。がこれは誰が出したかというと、うん、石田三成が出したというふうになってる。あ、うん。けどもナイフ違いの上場を出したのは、はい、三成以外の三人の奉行なんです。はあ。 誰ですかそれもね後でまたちょっとお話をしますがねじゃあこの人って何やってたんだろうかってことになるのね三成さんがはいで12日には西軍が結成されますどんなふうに西軍っていうのが結成されていったんだろうかということを今日が見てみますお願いしますそしてここに行ければ行きたいんですがね時間の都合もちょっと見ながらいきましょうかはいそこでまず 西軍結成がどんなふうになされたかを最初にちょっと見ておきましょう。はいいお願いしますでね7月12日この日にこれは、まああのー、1600年のね、うんうん、西暦1600年の7月12日、うんはい、前田玄尉増田長盛夏雅家というこの3人の5奉行のうちの3奉行が、はい、毛利輝元に家康、はいまあ、はいなくなっても一月つぐらい出しますよね。うん 大阪城に入ってほしいという要請をしますなんでこの三人が毛利輝元に大阪城に入ってほしいか、うん、これはもう当然関東に行った徳川家康と対決をするために自分たちの総大将になってほしいという意味が含まれていますがますかこの毛利輝元ね実はね あんまり乗り気じゃなかったというふうに書いてある。そうなんですか。うん、あの毛利そのものが四国や中国の方にいろいろとこう今戦線を広げ,広げながらね、あの勢力を広めている最中だったということもあったようです。だ、うん、からやっぱりね徳川家康の力というのは大変恐れていたということもある。うん、まあ少しその分乗り気じゃなかったんだけど、まあ周りからこう言われてでは、うん、私が。 今徳家康様がいないから、はい、代わりに政務を取りましょうという形で、うん、秀頼公をお守りしながら大阪城に入るという形を取ったんですね。うん、でね7月15日にはね、はい、島津義弘の書状というのがあってこの人が何て書いてあるかというとこの毛利輝元と三日後ね浮田秀家というこの二人の大名と、うん、からこの三奉行と。 小西雪長という大名と「義継三成」と書いてあった、うん、これは大谷義継という人と石田三成が秀頼のために決起したという表現で書いてあった、うんうん、ここででねそれまでの資料にねこれ出てこないんですよこの二人が。うん じゃあ、ここでで新新しい資料で新たに出てきた、うん、そう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 。<ー>でこの人ね石田三成っていうのはね実はこの時に後ろの方でね、はい、い糸を引いていた、うん、つまりあの徳川家康を撃つために、うん、みんなで立ち上がろうではないか、うん、っていうことをして、はい、この3人がこの人はもう沢山城に撤去禁止にしていましたから。うん この3人が大阪城にいて動ける奉行手があったってことですよ。うん、だからこの3人が動いたわけ実際にね。はい、でもこの中でもねこの増田長盛なんていう人はね、はい、どっちかというと徳川家康側に最初徳川家康を信頼し,しましょうよっていう立場だったの大谷義継もそうなんです。うんうん、ですがまあこの辺が石田三成がいろいろな話をしながらこうみんなをこう 一つに束ねていくこれがね島津義弘の書状に出てくるんですがね、うん、7月15日にこの名前の面々で西軍がまずまとまったと。うん、で今度は大谷嗣次も自分の周辺の小さい大名たちをどんどん自分の味方に引き入れる、うん、それぞれがそれぞれでそのどんどんといろんな大名たちを 西国大名を中心に味方を引き入れていってこの西軍というのが膨れ上がっていくんですね、はい、まあこんな過程があるというそこでこれが出てくる、うん、つまりここでこの人たちが中心になることが分かった、はい、実行委員会ができたわけ実行委員長は毛利輝元さんです、はい 事務局長が、はいうん、まあこれは全部実行委員なんだよねこの三奉行というのが実際の政務を担当していましたから彼らによってナイフ違いの情状が主大名に発表されたとうん三成が書いたと僕もずっと思ってたああそうなんですね先生も,、うん、どもどうも様子が違う、ねはい、最終的にはんと。はい。 大谷すが何を当てたってことが最後の問題になってきますがねつまり前面に出てたのはこの3人なんだねそういうことですねちょっと見ていきましょうじゃあこの「ナイフ違いのはい。でここに「大谷義嗣」って出てきでしょう浜崎さん大谷義嗣」って聞いたことありますよねありますあの石田三成のすごく仲のいい盟友そうですねうんそれだけそれだけ いいつも白かぶっていて顔が見えないような病気だったっていうそうそうそう今で言うとハンセン病と言われてますが雷病といったね顔が崩れてきてしまうような病気で大変な病でこの顔を見せたくないんだと言って覆面をかぶっているでもその絵は一つも残ってないのね大谷義嗣ってズキンはかぶってる顔全部いつも出してます そうですねあれをかぶせたのはこの頃この頃大谷義経は病ではなかったと実は実は目の病気は患っていたこれは書状で残ってますちょっと見にくいので今回は書状でごめんねって言ってんか誰かに出した手紙が残ってるんですその読んだだけど「来病ではなかった」だろうと。 そんなふうに変わっていってしまったんですかね、うん、でね、その雷病であったというまあ確かに何かあったのかもしれませんけどねその実は三成との関係で彼が顔雷病を患っているということがどうしてもね必要になってくる場面がこれも全部作り話なんだそうですえーーー <laughs> にまあちょっとよしすぐ見てみましょうかはいお願いしますだいぶだって皆さんのイメージはそうですよね、うん で、ロシア残ってる武者合いがこれですよ。全然違いますね。あれ。大谷行武将義和室。これは武者合いですからね。うん。顔。顔。別に隠してないでしょ <laughs> 出てますよね。<laughs> ね。で。まあ、この辺は。でもね、大谷義和っていうのは勇猛な。うん、頭の良い。武将であるというふうに、徳川家康も認めていましたから。うん、彼のことを全く否定的に捉えないわけ。はいはい。自分の敵になったんだけど。うんうん でちょっと見ていくとね永禄8年に近江国で生まれたということになってる、うん、これもちょっとねはっきりしてないんですこの人生まれたのがいつかっていうのはね、うんでまあ、はっきりしてるのは天正五年つまりこの年齢でいうと13歳の時、うん、秀吉の馬回り衆としてあの記録が出てきますでまあその前から小宗衆として雇われたんじゃないのかっていう人もいます、うん、そしてさらにその9年後には 秀吉に認められてずっと十五位の下行武醤油という要するに官職を得ますよねこれは何かというと秀吉が関白になった年です。関うう、うん、白をもらった年にね、はい、自分の部下たちもこうやってこう上位に任官させたんだねそしてその3年後越前国この人ね敦賀の大名だ。 って言若狭にあるね敦賀、はい、市っていうのは今敦賀気比高校っていうのが高校野球強いですので後にこれ五万石まで出世するんですけどもね、はい、まあ大名になったわけですようん、うん、秀吉のおかげででこの辺りからですね、はい、ずっと秀吉に仕えて頑張るんだけど いいよいよ朝鮮出兵が始まっっちゃったその時にはね彼初めて石田三成と一緒に朝鮮国に渡って朝鮮にこう都会して攻めている諸将の、まあ、要するに指揮官うん、うん、ここには軍艦というふうに書きましたけど、はい、軍を観察する役目として指揮を取ったと。 い、うん、いうふうふに記録されている、はい、つまりこの人石田三成とここで初めて朝鮮に行ったんですねうん、うん、でも軍艦っていうのは秘書の様子を見て、うん、全部それを秀吉に報告する役目だったんです<あ>だからあまりよくない報告をされた武将たちは苦しんで戦ってるのにそうですよね恨みを買うはい、はい、石田三成たちもここで恨みを買うんですよねだから大谷業務もこの辺りから少し 恨みを買うようなう立場になってきたなるほどといとですよね。うん、さあ慶長4年豊臣家で内紛が起きたほらちょっと話したけど、うん、加藤清正福島正則、はい、加藤義明星川忠興、うん、あれらが黒田長政たちが石田三成を追っかけて殺そうとしたでしょ。うん、であの時に三成は伏見城の自分の屋,、うん、屋敷に逃げ込んで、うん、でその時のね 仲裁をしたのが徳川家康と、うん、それからね高大院って書いてありました高大院というのは秀吉の奥さん、うんうん、尾根おね々ともいいますねえね,ね,ね、うん、はいでかの彼女はね、うんはい、そのこの時に石田三成を追っかけて殺そうとした、うん、あの武将たちのおっかさんと呼ばれておった立場の終わりからずっと、はい、大谷業部はこの時はねやっぱり 家康を頼ったんです、うん、家康を頼ってどうかこの内紛の仲裁をしてくださいませと言って、うん、みんな家康頼ってきますね、うん、<laughs> だから仲裁をしたのは徳川家康や、うん、それから講談員、うん、それをお願いに回ったのが大谷義継だった、うん、だから石田三成からはぶん感謝されたわけですよね。そうですねさて慶長5年 次からの合戦では西軍にでこれが先ほど言った三成との友情であったように書かれてるでしょクエストマークに違うんですかそんな話はなかった今更もうね読んだ時にね嘘でしょと思うんだけどそれが三成とそんな話をしたという記録は残ってない残ってないということは 後に作った話だから大谷業務はね確かにねこの時に上杉に出兵したでしょ上杉征伐にそれに従軍してたの。で途中で沢山に撤居していた三成のところに寄ってこれは事実だと思うんです。で三成に何て言ったかというと「お前は今出られないけども」 家康様に忠誠を尽くす証しとして俺がちゃんと面倒見て,る見てやるからそうすればこれ大丈夫だと、うん、ところが三成は嫌だと言った、うん、でそれから面々と大谷業部を説得して、はい、で大谷業部はその時にいあ相分かったとうん、うん、じゃあもう俺も従軍するのやめようと。うん で大谷一族全部お前に味方してうん、お前を支えてやろうという友情でということになってますがその部分がちょっとクエッションマークなんだそうですねまあでも一応そういうふうでここで三成と大谷業部はくっついたわけですはい、くっついたわけねでねもう一つなんでこんな友情が生まれて大谷業部はわざわざ三成を大事にしたのかというと これれもよく言われるんですあんまりまあそのいい話っていうのかなあの顔がただれてたでしょ、はい、で海が出てた、うん、でね、まあ、秀吉が、まあ、そうお茶会で、うん、まあそれこそ今コロナでマスクを取ってこう飲みますよね、うんはい、で彼も彼もお茶が回ってきた時にこう取って飲んだわけ、はい、ところがその崩れた顔で飲んでる、うん、で当時のお茶会はその湯飲みを いてこう回していくわけです,です、ね、そうするとね、そのね大谷業務が飲んだ後のあれを当時映るかもしれないと思ってたから,、うん、だからみんな嫌がった、うん、嫌がったんです、うん、そこを三成が受け取って、うん、ガーッと飲み干して、うん、これはうまいもう一杯消防したいってやった、うん、で大谷業務は三成が本当に自分にとって信頼できる友だと。 いうのも作り話。うん、まあんま、いい話。そうなんですね。た <laughs> だっ<て>、だれだってただれてないっていう時点で、その話が成立しませんもんね。だからね。んなんとなくね、うん、あまあ、そっかよと思いつつね。<laughs> その一次資料っていうのは怖い。まあ、それが指定しとるのが一次資料じゃなくって。うそういった資料が、二次資料の構成の。物語第にしか存在しないというところで。指定されるわけです。なるほど。そんなことはなかったんじゃないのか。 まあ,だからあんまり、ね、僕話してせっかくだら合つまんねえ話って言てっ、ね、<laughs> <laughs> ていただけなくなると困りますからね <laughs>、まあ、でも、そうになったかもしれません,、ねんまあ、ね、その辺は分からないけど、まあ、でも、その澤山によって三成がこんこんと大谷業務に自分の思いを話をして、はい、その思いとは何だったか、うん、何だっったたかかかですか豊臣を乗っ取られてしまう。 そそこそこなんですね、うん、でお前も豊臣秀吉様に恩があるだろうと、うんはい、秀頼様は守らなきゃいけないだろうとで私は今全国の諸将にいろいろ手紙を書いている「はい、お前は是非俺の味方になってくれ」うん、で最後は「ああよかった」ということになったというね、うん、はいそ,そこで。 今日は回ここまでにします。お、はい、いですから。うん、その徳外家康の違反行為を正す。うん、正すこの文章です。あ、またすごい資料ですね。これナイフ違いの上場と書いてある。あ<ー>一つ書きで、全部十何項目にあたって書いてあります。うん、で、これひっこく読んでいくとね。これ五人衆って書いてあるふうが始まるんですね。うんうん、これは五人衆が、つまり武行衆たち。が。はい 認めたここことととだだぞぞみんんな言っってててるるで書いてあるんです、えー、最初の書き出しがこうやって書いてあるがちょっと見ていきますまあこれ全部やっていくとね時間かかるからちょっとざっとねでこの「誓いの神政治を取り交わしていくらとも立たないのに五、えー、奉行のうち石田三成と浅野雪長の両人を勝手に罷免せしめたること<う>イエスが、はあ、勝手に罷免したぞ」と。 でもこれね違うんだよね石田三成が逃げ込んできたでしょ仲裁頼まれたでしょその時にもうここはあの追ってきた七章をなだめるためにはね三成お前沢山に一回帰れとだから勝手にしたわけじゃないんですね浅野雪長は多分にそういったところがあったかもしれませんがこの人は家康方の人ですからね五奉行から話したわけ。 羽柴肥前守これは前田利家のことです、うん、に聖書を差し出し位牌のなきことを誓ったにもかかわるあの利家に私はもう絶対約束方は守るぞと言ったにもかかわらずまず上杉上勝を討つと言って前田利長から人質に取り追い込めたること、うん、だからその利家の息子が上杉とるんつるんで、うん。はい あの自分に反旗を翻すという噂が立っていたのでうん、うん、この年長に「攻めるぞ」と言ったの、うん、で年長は「うーん」ってやってたんだけども、まあ、人質を出せと、はい、おか奥さんとこれのお母さん,うん、うん、前田利家のお母さん松それとそれからあの息子それを人質に取って年長、うん、江戸に送ったんです、うん、でこの事こなきを得たんですけど、うん、こんなことやっちゃいかんじゃないかと。はい 上杉掛勝には何の咎もないのに聖酒の約定をたがえ太后様のご異名に背きこの度上杉掛,勝,掛勝討伐を企てたのは嘆かわしくさまざまに思いとどまるように申し述べたにもかかわらず許可なく出馬せしこと、うん、何の咎もないって上杉掛勝に出てこいと。はい 上落しなさいと言っても来なかったじゃないかっていうのが理由なんですけどね,ね、うん、まあそれぞれの言い分ですよね、うん、地行の義はこれはねこの時にねこれ地行っていうのは大名たちの土地領分を決めたの家康、はい、がで本当は家康が個人で勝手に決めちゃいけなかったんですよね、うん、大名に、はいうん、自分で受けることはもちろん自分で 取り次ぎもしてはならぬという決まりがあるにもかかわらずこの生死にもたがえて中説もなき者に治業を与えてあること中説もないような者にも治業を与えたではないかということ書いてあるんだね。これね実は家康ってね最初伏見城にいたの、うん、伏見城で政務を取り扱ってたんですね。はい、これが途中で 大阪城に入ったんです、うんうん、大阪城の二の丸に入ったんですそこには秀吉の奥さんの恒大院さんが住んでね、うんねさ,、まあ、さんはもう私はもう引退したいわと言って家康、うん、が一生懸命作って差し上げた恒大院という綺麗なお寺に移ったわけ、うんはい、でその後二の丸が開いて秀頼様が一人になっちゃうからということで家康が伏見城から大阪城の二の丸に入った、うんうん、そこから もう日本のリーダーのようにいろんなことを始めど。それを豊臣の連中は何だあいつが面白くないわけですねいつの間にか実権握っとるじゃないか、うん、ってこと太后様が命じた伏見城の留守居役を追い出して紙幣を持ってその後ね太后秀吉は伏見城は家康にい 治めさせたんだけども、うん、あの自分が決めた武将たちっていうのがいたわけですが、はい、それを追い出して、うん、紙兵というのはたちです選挙、はいまあ、こんなことからねずっと書いてあってね、うんまあ、あともいっぱい書いてあるからもういいでしょう。うん、でねこの西の丸に入ったどこから変わったかというと、はい、家康が西の丸に入ったところからです。 二の丸っ大阪城に入ったところから急に今浜崎さんも思ったように周りを見る目も家康の再配って言っちゃいけないね政務の取り方ももう変わってきたんです家康はいつでもいいおじいさんで民主的にことを進めたわけじゃないもうこれで俺が実権握ったぞっていうところでガンガンと始めたわけですよね。 でこれは豊臣のにとって変わろうとしてるんじゃないかという恐れがここに全部書いてありますここまでにしておきましょうかね。<ー>うん、ということでね、えー、あのどうして関からの合戦にこ,これもこれ直接火がついちゃいます、はい、があの起きてきたのかというところで、うん、やっぱりキー,キーマンというのは 三成と大谷吉継、はい、で彼らが三奉行に対して何か働きかけをやったに違いないですあの三奉行がナイフ違いの上場を各大名に発給したことになっている日付も7月になってました、はい、で、えー、でもそれを考えたのはやっぱり三成でしょう,うということなんですよね。はいまあ、そここまででののとは予測できるけども大谷業務の あのー、雷病の話にしてもね<ー> <laughs> ちょっとねまああのー、親切がどうであれまあ自分はきっとそんなこともあったんじゃないのかなというふうには思ってみたいと思うんですけどねそこから彼との友情が生まれてきたんだっていうのも事実なんじゃないのかなと。なねはい、でいよいよこう伏見城の別れとありますが、はいあのー、伏見の戦いが始まる前に家康が 大阪を出て行きますが、うん、その時に京都の伏見によって、うん、それから行きますが、その時に泣ける話があるんです。あ,あ、それはほ本当の話ですか？れ泣ける話、<laughs> もうどれがどれだか分からなくなってきちゃいそうです、ね。はい。次回ね。はい。この伏見議のお別れについて、はい。あのお話をしたいと思います。じゃその泣ける話も楽しみにしております。はい。本日はありがとうございました。